さあ、はるひくん。ボーイスカウト2回目初の宿泊。気合入ってるか？眠い。日々午前中何してた？テニスかも、3年生との試合。その後のボーイスカウトだもんね。あれ？ひねちゃんが帽子かぶってる。結構荷物あるね。ボーイスカウトの制服と、いろいろタオルとかね。ロールマットいるかね。アルくんの今日のファッション何これ？ワークマンの虫が来ないズボンとワークマンの虫が来ない T シャツ着ます。虫が来ない洋服セット。ストーブ燃焼ってなんだろうね。二次ストーブでしょ。二次ストーブ作るんだよ。二次燃焼のストーブって言って、うん、まあ、そういうストーブがあるの。薪とかもあるし、ストーブ燃える。なんか作るらしいね今日ね。革のネームプレートと明日二次燃焼ストーブ作る。ええちょっと待って。やらないやらない。逆に怖いから。その真っ暗なテントの中でこんな怖い本読むの？平気平気。変な野望かも。テントの中暗いから見えないから。じゃないと思って。迷惑だから他の人に。自分だけのテントじゃないから。か休憩時間の時に、ね。あ、まあ読んでお友達いないから。らしいから。だったらキャンプのさ本もらったんだからあれ買えばいいじゃん。あと革の手袋は？あ、もう入れてある。軍手プリー。軍手外だって。あれ、あと鎌は？で奉仕作業？どこに行くんか？草刈り作業があるらしいからね。グって外って言ったじゃん今。ちっちゃいかも。使い方知らない。どうやって草切るの？ほじくりながらでもなんでもいいから。好きなようにどうぞ。やった。お願いだから友達に向けたりしないでよ。本当にそれ半分で危ないから気をつけな。うん。もう一回タオルで包んでるぐらいがいいんじゃないのそれ。大丈夫？今職務質問されたら腹捕まるぜ。ダメだよ。ボーイスカウト行くのこんな刃物持ってる。あ、本の間がいい。確かに変な家の本。あとゴルトの本の間に刃物入ってたら怖いんだけど。はい、行くよ。もう時間ないが行くよ。ちち行っちゃうの？今日ちちね、宿泊なの。今日から初めてのキャンプなの。ひーちゃんも明日ボーイスカウトね。ひーちゃんも明日ね、午前中だけね、ビーバーの活動がある。楽しみね。結構な荷物だね。はい、枕。ママの枕を進呈しよう。パックマン。そんな不安な顔しないで。変な道がいた。行ってらっしゃい。明日の4時にまた会おう。あ、山道へ。いいじゃん。そういう歩き方してると転ぶんだってば。荷物がいっぱいだね。ついていく親も大変だよね。ハルクが寝泊まりする場所です。キノコがある、あそこに。え、ここキノコがあるの？黄色い。行ってみる？うん、行ってみよう。父今何しに行ったって？水汲み行ったね。うん、なんかブツブツしてる。なんか美味しそうだからちょっとカニ食べたい。私これ白だから毒だと思う。え、何これ？ひーちゃんがさっき見つけた。よいしょ。パカパカ。手を引っ張るの危ない。もう虫だらけなの。山すごいの。ほら虫だらけ。蜂？蜂とかほら。アブだよこれ。アブがさ、いっぱい車に止まるの。じゃあハルくんたち見失ったので明日会いましょう。チッチ頑張れ。アブがね、すごいの車にくっついて。やあ、真っ暗になったね。疲れた？なんか1日目よりそんな疲れてないけど。肩が痛い。肩が痛い。私と一緒じゃん。あれ、シート腰が全て痛い。あ、そっか、腰が痛いって。いい顔してるね。眠たい。車にアブがついてる。近く行かないとか。シャワー浴びた。シャワー浴びたい。肩がもう腰が痛い。めちゃくちゃ。あの寝るときにね、マットがやっぱ。ありがとうございます。荷物をじゃあ持って。アブみたいな虫。姉ちゃん、姉ちゃん枕だけ持ってやって。帽子がいい。
帽子くっついてる。虫だらけ。帽子くっついてるのカバンに。一日目サンマの炊き込みご飯。うん、プラスコーンポタ。うん。写真もらったけど食べれた？お腹空いてたから食べれた？いや、一杯でやめた。じゃあお腹空いたでしょ？いや、全然空かなかった。もう嫌いなものが出ると空かなくなるで、朝は？朝はトーストとハムと、うん、あと千切りキャベツと、からバナナ牛乳。僕はあんまり好きじゃなかった。お前、なんも好きだもんねえな。でチャーシューはどうだった？チャーシュー丼は美味しかった。うん、美味しかったんだって。チャーシュー丼と普通の味噌汁と、あと千切りキャベツだ。やったの、千切りキャベツ。しかも体調に丸ごと食えって言われて結構だった。やった。家だと食べないくせに。チャーシュー丼のチャーシューはおかわりした？いや、そんな分があると思うかい。米がないんだよ。米じゃないよ、肉がないんだよ。肉がないのかよ。1食300円だぞ。こんぐらいにかかるじゃん、うん、これを5人で分けして。いいね。だからめちゃくちゃ小さかったよ。そんなに食べれなかったんだ、じゃあ量。うん、チャーシューなのかなあれって思ったけど、チャーシューだったよ、見た目は。蒸し豚、ほぼほぼ肉を丸ごとお湯につけてできたやつ切断しただけだよ。もういいんだよ、それでチャーシュー。めちゃくちゃ脂身多かったな。あのかかってるタレは何？あれ？なんかいろいろ混ぜたやつ、醤油と、うん、マジックスパイスと、うん、やばい、酔ってきた。ちょっと山道で酔わないでよ。あの前回もそうだったけど、うん、これ終わった後、よし、じゃあ春頑張ったから好きなもの食べ行こうと思ってるんだけど、なんか食べられそう？ラーメン食べたい。あ、でも今日は食べたいらしいよ。本当に？いや、マジで狭かったの、寝るとき。ね、なんか夜中にさ、LINE がううって帰ってくるから。あのテントに5人、途中から1人また来た。そうなんの。自分でテント持ってちゃダメなの？持ってちゃダメ。それはね、みんなで寝ないとね、心地よいキャンプをするために行くわけじゃないか。まあ、しかもアブが絶対入ってくるから、ずっと上をプン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 。よく刺されなかったね。一箇所も刺されてないのか。刺しはしない。あ、一回刺された。え、首元やられたんだ。アブじゃなくて蚊でしょ。蚊も5匹ぐらい潰してる。で、アブには何回もデコピンを食らわし。あ、いいね、やっぱ虫には強くなるね。普段家の中にアブなんか入ってきて、いや、泣きながら逃げるじゃん。そうだ、一回ね、事件が起きたじゃんね、窓から入ってきたって。もうアブがうざすぎて。エアコンという名の文明の危機は。とっても涼しいです。テント内も草厚くて、昨日マジで12時ぐらいまで起きてたと。ね、あ、そうなの。11時半ぐらいにさ、 LINE がなくなったから寝たのかなと思ったのに。どっちも隣が寝相悪すぎて僕の方に入ってくるし。5時45分ぴったり起きた。草刈りは草刈りで、まあまあ地獄だ。今日暑かったからね、カモでね。できた。1日目はね、でかい草しかなかったからね、もうカモで、うん、バサバサササって切っていけばいいんだけど、うん、2日目がね、苔が生えてるところの草なんだよ。最初に集まってテント建てたんでしょ？うん、テント建てた。100均が出た。そうだよ、ペグマル売ったよ。お米はどうやって炊いたの？炊飯じゃなくて。炊飯じゃなくて普通に火で、棒でロケットストーブで。で、絶望しながら食べて。寒い。味が薄くてまだ助かった。え、レザークラフト。レザークラフトどこでやったの？え、ロッジ。あ、ロッジって中でやった。ロッジの中エアコンはついてない。やっぱついてないんだ。さすが。まず隊長が皮持ってきて、で、それ水に一瞬浸して、濡れたやつにハンマーを持って、釘みたいなの持って、なんかいろいろ文字があるからそれはめるん、先端に。そしたらレザーに当ててハンマーガーンと思いっきりぶっ叩く。で、乾くと薄くなる。なるほどね。10時消灯は。消灯10時で、寝たのは12時。何？暑いし、アブうざいし。俺は夏キャンプ行かないでいいわ、それだ。5、6匹ずっとまとわりついてる。もうアブぐらい平気でしょ、部屋入ってきても。
多分ぶっ叩くと思う。あれおかしいの、前は泣いてたぞ、助けてって言ってね。こうやって人は強くなるんだね。草刈りやって朝から、朝涼しめの時間にやった方がいいからね。いや暑かったよ、しっかり。あとなんだっけ、あそうだ、そしたらなんだっけ、あなんだっけ、二次燃焼ストーブだ。二次燃焼ストーブ見に行ったじゃん。うん、もうなんか死んだような目つきで作業してたけど。チェチェ何やってんのこれ。なんか海外のやべえ工場に入ったような気分だった。だってさ、ドリルで削ってる時の鉄粉がマジで肌に当たるとクソ痛い。角もずっとザザザザザ。そうだよ。穴開けまくって作って、それ燃やしてチャーシューとご飯作る。めっちゃ火強いでしょ、二次燃焼だと。写真あるよ。見て見て、フラッシュが眩しすぎて。バカな。いや、夜中にその写真送られた時笑ったよね、私。あ、1回目と今回、どっちが辛かった？こっち。え、本当？ 1 回目結構辛そうだったよね。1回目は多分体力的にね、うん、こっちは何だろう、腰の痛みと虫と。多分風呂入ってさ、ソファーに寝転がった瞬間さ、たまんねえって言うと思うよ、また。すごい汗。ダイソー寄ってるけど。暗い。なんか頭に虫湧いてそうだけど大丈夫、やだやだやだ、頭からアブ出てこない、ほんとやめて、ほんとやめて。なんかさ、もう体中かゆい、体中かゆい。みーちゃん何買ったの？あのステッキ。あら綺麗、素敵なステッキね。ダイソーで何買ったって？汚いから顔拭いてる。すげえ、若干黒ずんでる。すごい黒ずんでる。姉ちゃんのは綺麗だね、素敵だ素敵ね。どうですか、化学調味料の味は？うめぇ。美味しそうに食べるね。幸せ？いい顔だね。餃子も食べなよ。こっちのチャーシューの方がうまそれを言うな。